どうも皆さん、マルチングクラブホームに所属しているクロと申します。ということでピクミン4続きをねやっていきたいと思います。前回は多分あれだよね、紫ピクミンをゲットして、あのなんか存在してとか存在してないだからなんかこう半透明ゼリー状のゼリー状だって半透明ゼリー状の敵をというかボスを倒して終わったところだよね。じゃあちょっと開発見てみよう。まずね、新しいのがあるらしいから。なんかある？お、ネバーノロだろ。あー、はい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 。お、すごい。あー欲しい、あ欲しいね。うわー、ここらへん欲しいな。あ、ちょっと全部欲しくなってくるね。ただちょっと我慢だな。オッケー、じゃあいつも通り今日は昼間に行こう。そうだね、でも今回はこっちが行きたい。その7%なんだよね。でハテナが1個あるから誰かしら仲間にはなるとは思うんだけど。さあ来たよ。で洞窟行くか、こんな感じで行くか。そしたらそこまだ行ってないのかな。そうだね、行けてないとこってどこかな。これやっぱこっちか。あそこもあるもんね。これって行ったのかな。あ、待て、すっとけすっとけ。おげ、あー行ってないわ。氷温サウナ、地下に潜るほど気温が下がっていき、冷気が密封された氷のサウナのようだ。私は宇宙服のおかげで大丈夫だが、ピクミンたちはしばしば身を震わせている。あー寒さを和らげる方法はないだろうか。まあ行ってみよっか。そうだね、行こう。せっかく紫ピクミン出したのにね氷温サウナ。まあまた何かしらいるだろうけど、氷がいるんだったら大丈夫だと思うけどね。多分基本氷のステージになるだろうし。あ、おお。オッケー。よろしく。オッケー。ね、とりあえず。あ、そうか、もともと氷だから凍らないんだこいつら。なるほどね。ナイス。じゃあ、OK？ よろしくよろしく。おいで。で、これよろしく。じゃあ、落ちじゃない。そう。OK？ うん、ナイス。知ってもらって。入ってらっしゃい。うん、ナイス。じゃあこっちも。そうだね、ここら辺凍ってもらわないと。凍ってもらわないとおかしいね。凍らせないとどうすることもできないし。あ、いいね。次のステージだね。 OK、これお願いして。うわっ、あれ危ない。うっ、
恐ろしい。よし、OK。OK。来た。あ、待て。やめた。また、もう一回こっちやで、もう一回こっちやで。来た。よし、OK。大丈夫だし、3つあるから。あと間違えた。こうやって分けて、違う違う、ちょっとこっち見て。 OK で、これでいけばいいか。うん、オーケー。はい、よし、オーケー。で、こっちもよろしく。違う。オーケー。まさか白か、白か、白だとめちゃめちゃ嬉しいぞ。ちょっと待ってね。ナイスナイス。オッケー。はい、よろしく。あ、こういうのこれくらい、そうだね、これくらいだ。あとポーリピクミンをここ任して、めちゃめちゃ毒々しいよめちゃめちゃ毒々しい色になってるよ。そしたらちょっとそっち待って、ホルソン、みんな行くぞ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 。来たシロピクミン。地下に咲く白いポンガシグサから生まれた、白い体に赤い目をした希少なシロピクミンだ。体小さく、攻撃力は他のピクミンに劣るが、足は最も速く、体内に強い毒を持っており、一匹でチャッピーの致死量に値するほどだ。えぐ毒ガスに耐性もあり、侮ってはいけない。はい、気をつけます。前作はね、いなかったんだよね、白ピクミンがね。そう、さあやってみようか。全然平気じゃん。すげえな、面白いくらい全然平気だね。けけ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 。OK。よし。で、白ピクミンにここのあそこのエキスをね、吸ってもらう、蜜を。おうおう、白ピクミンだって。吸えた？うん、オーケー。よし、おいでー。そしたらじゃあ下の階行こうか。多分これで、うん、全部だね。よし、こう。いいぞいいぞ、幸先がいいぞ。行くぞ。あ、白ピクミンも紫なんだね。お、調査率33だと、33、66、99。まあそこで多分100だとして、4回くらいかな。うふ、なんだ、どうした？うん、やばいよ。
それを壊してくれるの？あれ今氷壊したってのは一体何だった？これは多分向こうからなのかな。おお、すごい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 。あぶれ！ナイス。うわあ、ギリギリ上は見えないと。あ、凍ってる。あぶら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 。あぶら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 。変なふうになんか氷氷じゃれば。いけ、青ピクミン出しちゃった。あ、来たー、でかいねー。今度青にしよう。おや、いいぞ、増えてってるぞ。なんか今までの俺のピクミンの物語だと10匹いても10匹とも必ずいけるわけではないから、そこだけ気をつけなきゃいけない。おお、ちょ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 、なに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 、すっげえ触れてる、かわいいけどかわいそう。はい、こっちか、こっちか。うわ、どうしよう、どうしよう。いや、ここのスイッチ押したいんだよな。これいけるね。あ、この氷なくせばいけるってこと？え、なんか、え、大丈夫？なんか氷増えてない？周りの氷。おっちん、おっちん、もうちょっと痩せてほしいな。そしたら、じゃあ、分けよう。よし。行ってこい。うるるる。ちょ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 。こっちで出て、こっちで。もう一回出てこい。あ、来てきた。けけ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 け。よしよしよし。もうすでに凍ってるな。何もないね。大丈夫だね。よし。いや、投げ続ければ。行ったおいで、行ったおいで、行ったおいで。はい、行ったおいで。よしよし。もう一回来い。もう一回おいで。おー、ぶちゃん！行け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 。ちょ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 。よしよし、ナイスナイスナイス。気付け気付けろ気付けろ。オッケーオッケー。どうしよっかな。これでもこっちから行けるよね、とりあえずはね。君も行け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 。あ、一応俺も行けるわ。あ、白ピクメンだから絵の具白いわ。いいね。ああ、え、あ、これ下半身埋まってる。やばい、それ頭だけで体埋まってるよ、凍ってる。あ、なくなった。来た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 。そしたら、いる？オッケー。あー、銃か。
先凍らせるか。そうなんだよね、凍らせちゃうとな。溶けたとして流れでいける。でもあれだね、青ピクミンじゃないとちょっと運べないね。敵が出てくるのは聞いてない、敵が出てくるのは聞いてないよ。うるっ、危なっ。やっぱここダメだな。ここやらなきゃいけないか。やれ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 。オッケー、いいぞ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 。よし。ちょっと壊れた、ちょっと壊れたか。あ、いや、運んでるもんね。そうだよね。あ、違う、君じゃない。ナイス、ナイス、ナイス。よしよし。OK? で、白ピクミンに、ちょっとね、コントローラーがやばい。ナイス。これ7だ。7じゃ全然無理だね。ナイス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 。コントローラーちょっとそろそろ慎重しないと。あれだ。全然ね、反応してくれなくなっちゃった。やばいよ。さあ、来た！どっちだ？やっただなー、違う。あ、やっぱそうだよね。レポーター、なんだ？パック。体を張った、あ、ごめん、体を張ったレポートでお茶の間の人気を博している。半ば強引にディレクターに投稿させ、新惑星であるこの、あ、ある企画の撮影を予定してた。かわいそう。え、マジで？人気のテレビレポーターではないか！我の星、いや、なぜこいつか、この星に。ラッセルさん、ラッセルファンなのね。いいね、推しとか言っちゃう。典型的なやつだね。いけた？よし。さあ、一旦氷を、あ、氷じゃねえ。アップくんたちおいで。よしよし。氷送ってもさ、行かないでしょ。いける？氷送って。そうだよね。うん、そうだよね。まあ大丈夫だ。あと1匹だ。これで全部だね。そうだね。あれ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 。あ、違う、こっち戻っちゃうわ。はい。オッケー。こっちで。すごい勢いだって、すごい勢いで今一列体制だって今。オッケー。あ、いいね、70匹いるじゃん。珍しい、今んとこまだ。マックス人数いるよ。 OK。 さあ行くぞ。あ、やっぱファイナルフロアだ。なんかいるよ。なんだなんだあれ、なんかダンゴムシに手入ってんぞ。恐ろしい、ちょっと怖えよ。
ちょっと待てよ。先にね、こっちね。これが出してる。嘘。あ、よかった。本当に圧倒的ここ氷だね。まあもちろんその何、さっきみたいにお水の上を渡らなきゃいけないってなると、お水も必要だよね。青ピクミンはね、基本氷じゃない。さっき頑張ってくれたしね。いけた？オッケー。まあとりあえずちょっとここら辺の氷だけでも排除してから、さあ来た、さあボス行こう。どうなんだこの、吸い込んでこれか。やばい、毒はどうなるの。来た、けよし、戻ってやで。突進とかしてくるのかな。それは吸い込むの。吸い込むわけではない。ただ氷増えてくな。歩いて壊してもらうしかないか。来た、待って、いや次行こう。ちょっと、背中の羽がピシャンって閉まったとき、そう、あのときにピクミンが食われるかどうか確かめたい。確かめられないけど、確かめちゃいけないけど、いけ。オッケー、前に出て羽広がった。つかっ、おやい。あー、よかったー、いけたよ、なんとか。あ、いいんじゃない、いけるじゃん。よろしく。オッケー。まあ、これ壊したところだよね。さあこの子はどうだ。ツアーの参加者、騎士ゆレイヤン学園高等部の学生で地学部に所属してる。あ、出た、レイヤン学園。鉱石を掘り出しては星の歴史に思いを馳せ、お気に入りを枕元に並べ寝るのが好き。おい、そのまま潰されちまうぞ。トゥナベ学生じゃん。ちなみにこれってさ、あ、なんで水もいけるじゃん。割って何かあるかわかんないけどさ。こっちも行ってほら。うわうわ。けけけ。至るところで働いてる。よくやった。まあ、ボス戦中はこんなことできないからね。うん。ナイス。ありがとう。よし、いけ。あ、びっくりした。6で、普通にいなくなったかと思ったよ。お、今日1回目、誰も死んでないんじゃない？え、なんこれ。考える人だ！すごい！考える人がある！落ちよろしく。あ、行っちゃった。
待て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 考える人考える人考える人だ、すごい。あ、これ、お、これってさ、これでもいけんのかな。あ、いけたんか。いやー、ちょっと、いやー、ボスにだけ壊せるものだと思った。ナイスだ。全部だね。よし。オッケー。すごい。今日一回も死んでないよ。行くぜ。よし。いや、でかいんじゃない。おー、コンプリートだ。最高。いいね。すごい。なんかこう綺麗だね。これだけいっぱい並んでると。しかもゼロだよ、ゼロ。いや、最高よ。オッケー。